どうも、ボルカです。ギリギリ福島県にあるかなり関東側、新幹線も停車する新白川駅です。今回は東北本線に乗車し、関東方面へと向かうのですが、妙に不思議な列車が存在しますので乗車します。東北本線の黒磯新白川駅間を走る機動車キーハ110系による運用です。17時10分発の黒磯行きで、この列車はワンマン列車ですと大きく表示してあります。東北本線新白川駅では、郡山福島方面と黒磯方面で6番線と7番線で縦列停車をするような形になっています。なので、新白川駅乗り換え時は先頭車両に乗っていると、乗り換えの時に歩く距離が短くなるという感じです。このように駅名表は本来は両隣に駅がありますが、番線によって発車する方向が決まっているので、片方しか書かれていません。新白川駅の時刻表、新白川駅で黒磯方面、郡山方面で完全に列車が分かれておりますが、本数は大体一緒です。また5両と2両が存在し、2両にはワンマンという表示があります。停車中の黒磯行きは2両編成のキーハ110系機動車ワンマン列車。東北ではよく見る一般的な機動車ですが、 東北本線黒磯新白川駅間では運用が限られています。幕は LED でワンマン黒磯の固定の表示、そしてローマ字がすべて大文字なのも特徴です。押しボタンで車内へと入ります。まあ普通のキハ110系と同じです。この区間を走るから少し変わった運用に見えるだけです。また一部のキハ110系ではドアは外側に開くものとなっており、ここを走るキハ110系もそのタイプとなっています。8組のクロスシートが2人掛け4人掛けで並ぶ車内、今は空いていますが、接続列車が来ると混雑するものと思います。前面のワンマンディスプレイですが、白石からの表示があり、これには驚きです。郡山からの接続を待ち、17時10分に新白川駅を発車します。これから列車は白坂、豊原、黒田原、高久、黒磯の順に停車していきます。もともと東北本線は黒磯まで701系などの交流専用電車が乗り入れていましたが、2017年のダイヤ改正で黒磯駅構内が完全に直流化しました。そのため黒磯駅まで交流電車は乗り入れをすることが不可能になり、交流電車は新白川以北の運用となります。運行形態も大きく変わっており、今まで新白川駅で乗り換え不要だったのが、今ではほぼ必ず乗り換えが必要になります。そして、黒磯新白川駅間を走る普通列車は、E531系高直流両用電車とキハ110系機動車で割合はおよそ3対2。この区間は福島、栃木の県境を走るので、乗客が比較的少なく、閑散時は機動車の2両編成でも事足りることから、郡山で寝ていた機動車をここに持ってきて運用しています。しかし、郡山新白川駅間は回送列車での運行で手間だったのか、ここを走るキハ110系の運用は2020年ダイヤ改正で消滅。すべての列車が E531系となる予定です。3年で消えたよくわからない運用となっています。
終点の黒磯に到着。ここだけの区間を走るキア110系の運用というのは少々特殊ですが、 JR の限られた中の車両のやりくりがうまく出ている列車とも言えそうです。今後は E531 系でワンマン列車となるようで、再び運行体系が大きく変わる時が来るようです。個人的には黒磯駅を直通運転して欲しさもあります。それではご視聴ありがとうございました。